バシュロン・コンスタンタン REF4901CAL1002 18KYG 金ムクケース。今回ご紹介するのはバシュロン・コンスタンタンの 18KYG 金ムク手巻時計です。同社を一躍有名にした偉大なキャリバー819をベースに5ポジション5姿勢調整仕様にブラッシュアップした、全てにおいて妥協を許さないバシュロン・コンスタンタンの証 VXN 刻印が付けられた名機 CAL1002 を搭載した REF4901 センターセコンドモデルです。文字盤は2種の行者彫りが施されたホワイトダイヤル、多面カットのくさび型と飛び数字のインデックスに細身のペンシルハンドの組み合わせ、ミニッツメモリはプリントではなく金属のボールを埋め込んだパールドロップ仕様、細かなディテールにこだわった精巧な作り込みが秀逸な高級感あふれる風貌です。 18KYG ケースはラウンド型、金ムクならではの存在感とステップドラグにより高級感を醸し出すエレガントなフォルムです。裏蓋はスナップ式、裏蓋内側ラグにはホールマークも確認できます。赤系の洒落たアリゲーターベルトを装着した魅力あふれるヴィンテージコレクション、所有する喜びと満足感を満たすエグゼクティブにふさわしい高級時計です。1755年創業の時計宝飾品メーカーバシュロン・コンスタンタン、継続的に時計を製造してきたメーカーとしては世界最古、オーデマ・ピゲ、パテック・フィリップとともに世界三大雲上ブランドメーカーの一つとして数えられています。2005年には創業から250周年を迎え、現在でも世界中の多くのコレクターを魅了し続けているマニュファクチュールメーカーです。操作方法、右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。ルーズを引いて回すと針が稼働して時刻調整ができます。ハック機能、秒針停止はありません。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。